はい、チーズと思いきやなんでそんなに決めてるんですか？動画でーす。いやこの格好でちょっと予告していただきたいと思います。なるほど。はい、なんですかその兜と。なんか決めてますけど、お二人とも。これ決まっかっこいいでしょ。これちょっとかっこいいでしょ。ちょっと兜、はい、これが何を意味するのかですね。何、はい、ですか兜と言ったら、と言ったら子供の日と、はい、いうことで。そうです。季節限定のブレンドを作ろうと思います。お、はい、じゃんメンテナゴで、はい、はい、ます2種類あります。お、なんと柏餅に合う、はい、ブレンドというところで、はい、2種類。じゃあそれぞれ担当するってことですか。はい、はいはい、僕が小豆の普通のあんこ担当で、入江が味噌あんです。おもう柏餅に合わせるっていうのもまあ普段普通ないですし、そうです、ね、さらに味噌あんと普通のあんこに2種類作分ける、ね、はい、マニアック、マニアックなブレンドですね。はい、まあ、今ね作ってると。はい、いつから販売でしたっけ。4月の20日からですね、はい、大体2週間ぐらい予定しております。はい、堀江さん覚えてました。覚えてましたよ。覚えてました。5月の、はい、ね、子供の日に合わせて、そうですね、はいはい、販売 しますので、はい、じゃあ皆さん楽しみに待っていていただければと思います。はい、はいはい、ではではではさよなら。また時間。はい。